皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。本日は皆さんに感謝の言葉とこれからの活動についてのお話をします。ちょっと編集少なめなんですけども、最後まで見ていってください。こういうずっとベラ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 喋る動画だと、ね、編集抑えめにしちゃうんです。あえてあんまり編集せずにずっとベラベラ喋った方が伝わりやすいこともあるのかなと思って、今回はそうさせていただきます。ご了承ください。先日無事26歳を迎えることができまして、皆さんに本当に感謝しております。ありがとうございます。事務所にも贈り物やお手紙と届いて、めっちゃ嬉しかった。大切に使わさせていただきますし、お手紙を一つ一つ読まさせていただきます。ありがとう。この YouTube の活動、青木かのんの活動って言った方がいいのかな。去年の今頃は数字をすごい見ていた年なんですね。これを出すことによって動画がうわーんって言って、 YouTube のチャンネル登録者がすごい増えるんじゃないのかなとか、それは今でもやるべきだと思うんですよ。規模的にもね、まだまだ未発達な部分がいっぱいあるんで、そうするべきだと思うんです。ただそればかりに目がいってしまうと、常に YouTube の数字に追われる活動しかできないと思うんですね。今年は力の注ぎ方をちょっと半分ぐらいにして、自分が今までやりたかった目標や夢に、そのエンジンをね、 YouTube で作ったエンジンを流せればいいかなと思ってます。でもそれは全部こうシフトするのではなくて、YouTube があってこその青吉だと思うんですよ。やっぱり YouTube さんに育てていただいて、視聴者さんからのアドバイスでね、今の自分がいると思うんですよ。だから YouTube は絶対にぶらさずに、でも自分の本当にやりたいことも少しずつ増やしてお届けできればなと考えてます。だから2018年、26歳の新たな青吉としては、目標に近づく年にしたいなと思ってます。あとなんだろうな、よく言われるのが、かのんちゃんってコスメとかメイクとかこういうファッションに興味ないのって言われるんですけど、全然興味ないんですよ私。でもそれって良くないのかなって、うすうすとモヤモヤがあったんですけど、だんだん最近強くなってきて、とあるねアニメを見たの。私全然アニメ見ないんですよ。その動画もちょっと今後出させていただきますけども、そのアニメ見て、これ今私このままじゃちょっとダメだなって、せっかく男の子から女子に、あ、女になったのにこのままでいいのかなってね、人に見ていただく仕事をしているからこそ、もうちょっと上を目指したいって思うんですよ。整形とかそういうんじゃないですよ。もっとこう身だしなみを整えて、あの子の真似をしてみたいとか性別を変えた人生をもっと楽しむのであれば、女になった自分をもっとめでてあげたいって思ったんですよね。こうやってちょっと自由で買ったんですけど、どうですか。こういうの重ね着とか私苦手なタイプなんですけど、店員さんにこのトップスに合う服は何がいいですかねって言ったら、あ、これいいですよみたいな、サロベットって言うんですか、チェックので、ここがね幅が広いから肩幅が目立ちにくいかもみたいなアドバイスもいただいて、よし買うって言って、1900いくらでクーポン使って買ったんですけど、まあ、ちょこちょここういう、今まで何度も言ってますよ、ファッションこれからちょっと極めようかなとか言ってんですけど、全然ダメだから少しずつやっていきます。自分の中でも少し落ち着いちゃってる感があると思うんですよ。今までだったら街歩いて、元男ってバレんの嫌だからもう黒い服全身に着てこうやって下向いて歩こうみたいな、男ってバレるの嫌だーみたいな感じだったんですけど、最近はもうそういうの感情が一切ほぼほぼないんで、またね新たなステップに行かなきゃって、自分が女としてある程度気持ち的に落ち着いたから、普通の女子たちがやっているおしゃれに気遣うとか、そういう段階に私は行きたいと思ったんです。見守っててください。応援してとか言わない、見守っててください。25歳から26歳になって、すごい自分の周りの環境っていうのかな、が変わりました。それは、なんだろう、わかりやすい部分で言うと、で街を歩くじゃん。毎日のように視聴者さんに声をかけていただくの、めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。今までそういうのはもう本当に1ヶ月に1回とか、あるかないかみたいな感じだったんで、こうやって歩くと、で知ってくださってる方が応援してますとか、私からしたら初めての方なのに、向こうの方は私をすごい知った感じで優しい目で見てくれるんですよ。すごい嬉しい。それはありがとうございます。めちゃめちゃ感謝してる。もう私が伝えたいことはほぼほぼ伝えられたと思います。大丈夫かな、聞きやすかったかな。 YouTube で自己満足
で完結するのではなくて、 YouTube で得たエンジンを自分の目標のためにも使うっていう、これって自己満足、やばい、やめやめやめ。青木かのんのチャンネルを登録してよかったなって思っていただけるようなコンテンツ作りを努力してまいります。26歳の青木かのんもよろしく。もしまた青木かのんの動画を見てもいいよっていう方はグッドボタン、めっちゃ怖い、このグッドボタン少なかったらさ、もうかのんちゃんの動画見ないよってなっちゃうかな。例えば再生回数1万だとして、グッドボタン500だったら、次の動画から私500回再生とかしかない、どうしよう。ダメだよ、みんなグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。久しぶりのボーナストラック。これ、大丈夫？住所見えてないよね。これ多分だけど、ウームさんから届いた私への誕生日プレゼントだよね。そうだよね。8月の13日って書いてあるもん、お届け予定日が。ちょこっとね、このマネージャーさんから、彼女さんに贈り物を送ったので、確認してくださいみたいな連絡入ってたんで、多分そうだよね。なんだろう。今までね、他のこのウームの先輩 YouTuber さんの動画見てて、お誕生日に事務所からの届いたみたいな、見たの動画。すげえって思って。だってそうやってさ、送ってくださる事務所さんってあんまないんじゃないの？ちょっと楽しみ。よいしょ。はい、やばいよー、違いますよ、違う。あれ。別に汚く開けようと思って、悪意ないですからね。これで。こんな感じ。プチプチが入ってますね。これいいよね。こうやって潰すの。すげえ。手紙と一緒に入ってる。ちょ、待って、ちょ、待って。こんな感じ。ハンドクリーム、ビアンカの代わり。ありがとうございます。大切に使います。私、なかなかこうやって、お祝いね、してもらうことが少ないんで、どうリアクションしたらいいかね、迷っちゃうんだけど、これ何？なんか大きいなもの。え？ない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 。USB 電熱式蒸気でホットアイマスク。もしかして、ちゃい。もしかして私はこの前動画で、ね、目がちょっとやばくなって、画面見るとめまいが止まんなくなるって言ったから、これ？いや、本当ありがとうございます。マジか。そう、だから、ここでね、スタッフさんから、連絡来たんですよ。目大丈夫って、大丈夫ですかって、あんまり、ね、画面見るとあれだから返信しなくてもいいですからね、みたいな。マジか。いや、嬉しいですね。なんかめっちゃ嬉しい。ほら。うわ、すげえ。蒸気。しかもめっちゃいい匂い。何これ。なんか、ユーカリの匂い。これケースなんだ。ケースで、かわいい。あ、これをこうやってやるんですね。ありがとうございます。ちょっと使います。しかも USB で使えるようになってる。手紙。これ大丈夫？名前書いてないよね。青木かのんさん、お誕生日おめでとうございます。あ、これ書いてある。やば。なんて書いてある？カナさんにとってこの一年がより充実した
1年になりますように気に入っていただけたら嬉しいです。チームより。ありがとうございます。大切に使わさせていただきます。もうちょっとね、私もね、再生数とか増えて、ね、青木は成長したなってね、事務所さんにも思ってもらえたから、皆さんちょっと再生して、もう、いっぱいして、一回の動画、5回見てください。嘘。何回も言っちゃうけど、26歳、青吉、もっと頑張りますんで、見守っててください。今度こそ、バイバーイ。